関西マイル王決定戦 NHK マイルカップ、まずは関東馬の情報を田辺沙蘭がお伝えします。桜花賞は2着の2歳女王アスコリピチェーノ、まあ、大きな疲労もなく、まあ、回復状況が良くて、まあ、ノーザンファーム店の方で見ていただいてたんですけども、一周前追い切りからやっていけるような状況だったんで、まあ、それに合わせて見劣り戦に戻ってきてもらいました。重くなってるかなって懸念もあったんですけども、一周前の追い切りではそういう重さであるとか、まあ、息遣いの重苦しさもなくてすごい良かったです。今日の追い切りももうそこまで深くやることないなっていうところで、まあ、それでもしっかり合わせるまでいい動きができてたと思います。どの競馬場でも上手に走ってくれて、まあ、持ってる力はすごく高いと思うんで、力を出し切ってくれるコースじゃないかなと思ってます。重賞で連続して好走しているボンドガール、幸い、まあ、ニュージーランドトロフィーがそれほどダメージの残るレースでなかったんで、その次の週からしっかり、立ち上げられることができまして、なんか3週なんですけども感覚が詰まってるっていうような不安な点ではなくて、逆に、まあ、使った上積みの方が大きいのかなっていうところでプラス材料に捉えてます。先週も今週も単走で追い切りはしたんですけれども、まあ、折り合いも当初いろいろな懸念材料としてあったんですけども、その辺もこういろんな工夫をさせてもらって調整の方はうまくできたんじゃないかなと思ってるし、気持ち的に強い子なんで、あえて単走にしたということも競馬に向かっていい方に出ればいい子かなと思ってます。まあ、親心みたいな気持ちで御殿場娘なんですけども、頑張ってほしいなという気持ちが強いんでね、なんとかこう大きな舞台でその名前を皆さんにもっと知ってもらえるようなレース内容になるように努力しますので、応援してくださればと思います。続いて関西馬の情報をお伝えします。去年の朝日杯フューチリティステークス優勝馬ジャンタルマンタル、それがこう乗りやすい状況を長距離で作っていく、それで、まあ、操作性を高めて安心安全な状況になって直近に渡すというのが我々の使命ですから、まあ、特に今回戦六になりますから、だから戦六仕様にしますかといったらそんなことは一切せずに、ひたすら今までの調教の追求という形ですね。今回は追い切りっていうよりは、まあ、とにかくこう整えるっていうのを主眼にやってました。まあ、皐月賞というすごいレースで、まあ、しっかり走ったというある意味いい負荷をこれ上手に生かそうという観点でやっておりまして、表に関しては歩型は出す必要全くないと、リズムよく引けて最後も出し切らずにこう抱えたまま上がってこれたらいいかなっていう、そんな感じで送り出したんですけれども、まあ乗り手もよく乗ってくれたし、まあ馬もこうはつらつとかけていたんじゃないかなと思います。輸送はすごい慣れてるまで、この春も共同通信杯皐月賞と使いましたけれども、それによるその輸送によって馬がその精神的に何かおかしくなったとか、そういうところは一切伺えないので、まあ、今回も大丈夫であろうと思います。新馬戦新山記念とマイル戦を連勝したノーブルロジャー、肉体的にもすごくしっかりしてきましたし、その辺本当に手加減なく調教もできていますし、メンタル面も前回以上にこう落ち着いているので、しっかり本当に負荷がかけられたと思います。騎乗するジョッキー松山くんにコンタクトを取っていただいて、ハンドで馬なり馬に合わせていった時にどういう馬が反応するのか確認していただいたんですけども、ジョッキーは本当に乗りやすく仕掛けていった時の反応もいいですし、馬の横でもしっかり我慢できましたというコメントでした。前走ちょっと向こう上面で少しヒートアップしているように見えたので、まあ、その辺を気をつけながらこの中間調整してきたんですけども、まあ、乗っている助手も最終に乗っていただいた松山ジョッキーも、まあ、その辺は心配なさそうということだったので非常にいい調整ができたと思います。本当に前半うまく運べればマイルでは非常に後半いい足を使えるので、またこうポジションもレースの流れによって前でも後ろでも対応できる馬だと思いますので、東京競馬場は非常に合ってると思います。東京競馬5週連続 G1 の第1弾第29回 NHK マイルカップ、どうぞお楽しみに。